というわけで、もうすぐサービスエリア、カリアハイウェイオアシス、お楽しみに。おっと、見えてきたのは観覧車、遊園地なのでしょうか。メリーゴーランドやゴーカートまである、まさにアミューズメントパークでございます。長いドライブにはちょっと退屈してきたお子様たち、ここなら小さなお子さんから大人まで体いっぱい遊べる遊具がいっぱい。体を動かすのは大切だね。運転疲れのお父さんには天然温泉もあります。800円なり。ちょっとお腹が空いたらエビせんべいの里で試食、お土産にもぴったり。阪神ファンの子がいたら超ラッキー。オアシス館カリアには元阪神の盗塁王赤星選手のお宝グッズがいっぱい展示してあるんですね。勉強になるよ。さあ、コンビニでドリンク買って楽しい旅を続けましょう。ハリアハイウェイオアシス、すごかったね。ためになったね。